はい、こんにちは、ビッグボーイです。メトロエクソダス続きやっていきます。さあ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 、待ちに待っ、あっ、さあさあさあ、やっていこう。待ちに待ったステルス。ただ弾が3発しかない。つまり極力バレずに進むかテイクダウンをするかだね。いや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 、お願いします。展開が早くないか。もうちょっとね、もうちょっと平和的な生活が少し序盤に描かれて、あとは冒険だっていうイメージをしたんだけど、早々に捕らえられてもう脱出を試みるっていう、まあ大体アルチョムのせいなんだけど。おっとっとっと、待って、これ明るいな。どっち、こっち行くか。どうし、そこも明るいな。こいつはテイクダウンだ。ふっ、あ、大丈夫大丈夫。で、この武器は取り替えなくていいや。ブレーカーを落とすか。落としてみよう。姿勢は低く。ああ、フィルター異常しかないけど、電気が消えてもどうってことないってか。で、下に2人いるんだが、撃たれる心配がないとおっしゃった。このタイプの焚き火は消すときに音を立てちゃうか。注意しよう。お前こっち向くなよ。絶対こっち向くなよ。司令室が敵の攻撃を受けてる。お、場所を変えるわ、アルト。部外者には即時発砲しても構わない。また通達があるまで。こっち向くなって。よし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 、テイクダウン。ひざかっくんテイクダウン。あ、さっきの死体から物回収してなかったかも。アルチョム、そこが格納庫よ。よし、よしよしよし、とりあえずはうまくいった。ん、最初にちょっと誤爆して撃っちゃったようにも見えたけど、それは気のせいなんで。それはでしょう、すごいでしょう。マスクを取る。ヤルマークを見つけないと。マスクをつけるんじゃなくて、マスクを取る。そうそうそう、十字キー左長押しでちゃんと充電器があった。はい、まあ、今のところは多分つけない方がいいでしょう。ちょっと暗いけども。で、そうそうそう、前回なんかコンピューター室というか制御室みたいなところがあって、そこから妨害電波を発していたことで外のね情報が遮断されていたと。何？どこに捕まった？あの端っ
ッケーオッケー。でもはしごってこれのことだよな。気のせいです。そうそう、ウォッチメン。こいつはテイクダウンだな。現状を報告せよ。焚き火を消すのは危険だから、なるべくランプを消していこう。風力タービン区域を調べろ。そこで無線を伝えた。違う。護衛は何人いるのよ。あー怖い怖い。まあでも言うてね、ステルスより雲の方が怖いからまだマシだ。あれ待って、こっち来るか。あ、ここ行った。そう、もう一回英雄になったからね、もうさすがにいいでしょ。小賢しい動きで行くぞ。開かないか。ちょっとね、行き先が分かりにくいな。でもちょっと危険そうな明かり。あ、これ消せないやつか。あ、行った。割と簡易的な捕まえられ方をしているようだが、あー間違っ、なるべくね弾は使いたくない。ちょっとさっきは仕方なく使っちゃったけど、向こう向け、こっちを見るな。よしよいしょ。ライトは消します。また会えて嬉しいぞ。よしよしよし。怪我はない？ああ大丈夫だ。ああ今は話してる場合じゃない。奴らが戻ってくるぞ。俺はエンジンルームに行く。準備はできてるはずだ。お前は上に登って回転板の電源を入れるんだ。まあでも被弾してもピンピンしてんだから。待って、バレてる。多少の敵は大丈夫です。でマガジンが少ないな。これこれ普通に痛いね。ダメージも極力食らわずにいきたい。あ、何その打ち方、かっこいい。これで弾を獲得。 OK。序盤のね、操作確認は大事だから、じっくりやっていこう。あ、ごめんなさい。回転板、これか。まだ来る。もう弾が拾えない。ちょっと、あ、上か。出て。
感謝を取るつもりでいたのかな、果たして。あれなんか爆発しそう。おーっとっとっと、おーっと、おーっ、待って、話すの早い。死ぬかと思った。大丈夫？おい、プラットフォームに手動で動かすレバーがある。アルチョム。ああ、まずい。ちょっと。敵だ。反動がリアルでね。武器の操作難しいな。え、今どうやって倒したの？あ、上。え？あ、あれ人じゃないや。あ、こっち行けない。よし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 、燃え盛ってるけど、乗って乗って、射殺して、運転手は、おいおい、二人を射殺、一兵士が口出しをするな。ここは大佐に判断を委ねよう。大佐、こちらの状況を報告します。アンナ、父さん、みんな、私たちを助けて。どういうことだ、アルチャム。お前らなんでここにいるんだ。なんてサプライズだ。大佐、これは軍法会議ものですよ、分かってますか。おい、全員黙れ。信じられない、こんなことが。クソ、これが真実なの？あいつらと共謀しているの？黙ってろ。どうやってここに来た？ああ、もうどうでもいい。お前がどこに首を突っ込んだか想像もつかないだろうな。もう打つ手がない。ハンザがおとなしくしているわけがない。その通りです。感謝。いいえ、黙ってられないわ。この妨害装置は何なの？モスクワ以外にも生存者がいることを隠す理由は？あの谷底には人々がいる。他の町の殺された、全員倒れ。女も子供も。後で話す。おい、外の様子はどうだ？線路は？問題ありません。少なくともあと100キロほどは。近くに安全に停止できる場所はあるか？ありますとも。ただ急いだ方がいい。警備車両を呼んでるはずだ。よし、みんな、アルチョムとアンナがとんでもないことをやらかした。彼らはモスクワに戻れなくなった。戦時立法では彼らは死刑だ。いずれにせよ、ほとぼりが冷めるまで町の外に出さないとならん。だが他の者は残れ。わかるな？部下を危険にさらすわけにはいかない。そういうわけにはいかない。ことは誤解がありますよ。俺は何があっても二人のために戦う。そうだ、アルチョムもアンナも仲間だ。誰も見捨てない。我々には行かない。やるやるやる。分かったよ、スパルタン。こいつらを投げ捨てて全速力で発進だ。外の空気を吸いに行きましょう。みんなが助けてくれて本当によかった。命令だからじゃなく、みんなの意思でそうしてくれた。戦争で全て焼け野原になったと信じたまま、20年もの間メトロで過ごしてきた。でも奴らがあの妨害装置でモスクワを囲っていたなんて思いもよらなかった。
必死になって地上を探索していたのに、父さんはずっと嘘をついてた。騙していたのよ、私もみんな。上、今のはただの警告だ。応じなければ射殺する。あの装甲を見ろ、マシンガンまで装備してやがる。どんな気分だ。俺がお前が望んでいたことか。彼のせいじゃないわ、全て隠して。俺が警告だ。今すぐエンジンを止めろ。あっ、くそ。大丈夫か。かすり傷だ。ああ、分かった分かった。ごめんぞ。ブレーキがちゃんと効いてくれればな。イエルマーク、速度を落とせ。降伏したと思わせろ。置かれている状況を理解したようだな。そのまま速度を落として止まれ。グレネードを投げても塗装が剥がれる程度しか。じゃあ中からなると爆発物が足りません。あるもの全てを奴らの過失に投げ入れることができれば、あるいは大佐、俺にやらせてください。分かった、立候補者を組もう。アルトム、お前が行け。立候補してないが。なぜ彼の、こいつが全ての元凶だ。代償を払ってもらおう。アルトム、減速したらすぐに飛び移る。私が気を引いてる。ミラーは何を隠してる。プラスチック、アルトム、お前なのか。そうだ、諦めろミラー、逃げ場はない。お前はここを知らないだろ。俺たちは知ってる。そんなに遠くに行くつもりはない。町の外の喧騒から離れた場所に行きたいだけだ。そしたらいきなり発砲しやがって。一度止まったら行かせてくれるか。お前を拘留する必要がある。そして裁判を受けさせる。自分が置かれた状況くらいは理解してるんだろう。脱走および反逆罪だ。ふざけてるのか。私が裏切り者だと。なら答えろ。その列車でどこに行くつもりだ。ドライブにでも行くつもりか。いや違う、こっちに。答えは一つ、お前は金で雇われた。そしてご主人様の元に戻るんだろ。もう判決は出たってことか。裁判など取り行われるわけがない。もう黙れ。お、何を隠してる。静か。こんにちは。防衛計画か。予選を過ごすための海沿いの一軒家でも買うつもりなんだろ、この地上人間め。計画反逆。もう何年もお前らに従ってきたんだ。お前らのために血を流してきたんだ。裏切り者め。奴らは俺たちを攻撃した。そしてお前は。私は生まれてからずっと兵士だ。人生を人々に、祖国に捧げてきた。だがお前のような寄生虫に捧げる気はない。待て、ここどうする。え、減速してるじゃないか。ブレーキがいかれてるんだ。心配ない大佐、我々が手を貸してやる。なんだ。大使官よ、水火災の。イエルマ君、ブレーキの準備をしておけ。待て、よし、行くぜ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 。ブレーキが直ったようだ。このクソが、もっと早く撃ち殺すべきだった。なぜやらなかった。このまま出て帰るように言われたんだ。おら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 、回復はきっちりやっていこうと思ったらない。いてててて。フィルター。はい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 。いたいたいた。
っと早々に死んでしまったからヒットアンダーウェイで行こう。今回復アイテムがないからかなり危険だ。リロード。高額サイトが欲しいな。まだいる、出てこい。わ、揺れる。よし、急ごう急ごう。なあ、閉めないで。バイバイ。よし、これでよし。え、これ飛び降りるの？あ、非常ブレーキだ今の。これで帰る。あ、待って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 、それはそれはまずい。私たちは完全に裏切り者になった。完全なる敵になっちまった。そう、そこがよく分かってないんだけども。